はい、今の若い人って家にお風呂がある人ばかりだと思うんですって。だから銭湯に行ったことはないっていう人がすごくたくさんいるんですけども、こうやって裸の学校とかちょっと変わったイベントをすることによってまた銭湯に行くきっかけを作るという意味では、また若い人に銭湯に来てもらえる理由になるんじゃないかなと思ってます。